冬の空気、夜の光、白い息、凍りそうな空が静かに星空を隠したあの夜、中学最後の大晦日。ねえ、覚えてる？あかね。もう11時って言ったのに遅いなあ、あいつは。やだ、落とさないでよ、まーちゃん。もう食べられないよ、それ。きったね、スミレがチューチューアイス落とした。泣くぞ泣くぞ。拾ってくれ。泣くな。なんでこれっぽっち。お前ばっかじゃねえの。ほら、こっちが食えんじゃん。食え、うめえぞ。食えって。じゃあこっち食え。おう、甘酒飲めよ。いらねえんなら飲んじまうぞ。悪かったな、遅れてよ。うん、ありがとう。あったかい。足りめえだろ。早く終わらないかな、受験。2月まで自由とかないし。バーカ、浸りすぎなんじゃねえの、お前。自由のねえやつがこんなところにいるか。そっか、甘酒飲んでるもんね。イカ焼きも食えるしな。ねえ、あかね、夏になったら神津の海でさ、一緒に花火しようね。ヒイラギ、最後に勝負しろ。負けたら俺はバスケをやめる。それが俺の答えだ。立花！ヒイラギ、こんなやつ相手にするな。誰だてめえは。関係ねえやつすっこんで。お前、ガク、どうしてお前がここに。いいか立花、俺はもう構図には戻らない。お前の代わりが見つかったからな。俺はこいつらと上に行く。ひらげてめえ。な、誰だ。みっともないことはよせ。てえな。たった今、神津高校からこの合宿メンバー宛てに練習試合の申し込みがあった。よかったのか、峰富士。試合の約束なんて。要領の悪いガキどもだからね。ぶん殴り合わなきゃ本音も伝わらないよ。それが神津が柊木ひとなりを出してもいいという条件だそうだ。受けたぞ柊木、いいのか。ああ、いつだその試合は。日曜日、合宿最後の日だ。時間は午後3時。わかった。
よかったのか本当に。たまげるぜ。まさかヒイラギがあのガクとな。ちょうどいいぜ、まとめてぶっ倒しちゃう。かわいい、かわいいってよ。ふざけんな。遅えぞ橘。早くしねえと終電になっちまうぜグズ。なんだよガン首揃えやがって。俺たちじゃ不服か。俺だって平塚のビッグマグナムと呼ばれた男だぜ。高いお茶っ葉も用意した。たくアホか、おせっかいがよ。ああいたいた。うちには気持ちしかない。だったらそいつ思いっきりぶつけろ。この試合ただ一つ、勝て。勝たなきゃ何も始まらないよ。上でやるバスケか。戻ってくるかなイラギ。大丈夫だよね茜。どうかいい日曜日になりますように。愛してるぜガキども。風が冷たいですね。何もないな、ここは。審判は俺の知り合いで、以前私立高校のコーチをしていた人間を呼んであります。お手数おかけします。ではよろしくお願いします。いえ、こちらこそ。なあ、さっきから何食ってんだよダイリー。飴。飴？即効性のある糖質を食べておくとスタミナが持つんだって。へえ。俺にも一個くんね。うん、渋谷も食べる？あ、はい。むさぼり食ってどうする。はいはい、やめやめ。何もたもたやってんだガキども。とっとと着替えな、もう時間だよ。え、 T シャツでやるんじゃないんですか。向こうはユニフォーム持ってねえんだろ。登山には登山靴と行こうぜ。来たな。清掃か。合宿組赤、コース校白、試合を始めます。春本、うん？頼むぜ。んだよ、気持ち悪いな。らしくないな。まさか、お前。早く集まって。審判が呼んでるぜ。そう。この試合でやめるつもりなんか。行こうぜ、俺たちの場所。やけに静かだぜ今日のここは。まるで耳でも澄まして俺たちの話を聞いてるみたいだ。遊び倒そうぜヒイラギ、日が暮れるまでよ。上に行きたいという意識の差、そ
そいつが途方もなく大きい差になることを分からせてやれ。躊躇するな、行け橘。うるせえな、分かってるよ。こら後ろだ。速攻、頼むぞ張本、こっち察しろ。ヒイラギ出航機か。別々の道を歩く日が来る。でも捨てるなよ、自分から。やっと見つけたんだろう。お前とならやれると思ったんだ。何？よし。大丈夫か橘。血が出てる。床で擦ったんだな。チャージドタイムアウト構図。圧倒的だな。しかし二人の差がこれほどとはな。あんな橘初めて見たよ。これじゃ橘が潰れちゃうよ。交代だ、ヒイラギ。ムキになりすぎるな。少し頭を冷やせ。しんやくん、ダメじゃないか。何がですか。アッシュパン、僕たち何にもしてません。その面が答えか、橘。あ？あ？てそのつけた面が人なりへの答えかって聞いてんだよ。痛いって、ちょっと耳取れるって。もうやめてもいいぐらいの覚悟とやめるつもりの覚悟じゃ全然違うじゃねえかよ。バカタレ。なんだそれ。あいつすげえよな。やっと本性を現しやがった。聞こえたよ、高い場所で一人ぼっちで。あいつ泣いてたよ。高い。お、海あっち、ほらすげえ。春本、何震えてんだ。いや、高いとこ苦手なんだよ。もっと上あるよ。スミレ、行こうよ。怖くない？お前の来たかったところってここか。まあな。なんでどんな風かなって思ってさ。あ、来たことあんだろう。中学のバスケ部、嫌なことがあると俺はいつもここに来てた。この強い風がムカついた気分を吹っ飛ばしてくれるような気がしてよ。すごい。よく考えりゃここは俺にとってもエリート校でやるバスケの象徴みてえな場所だったんだ。どんな風に思うかなってさ、お前とならで、どうなんだよ。相変わらず風は強えな。でも悪くねえ気分だ。
秋の大会の後、またメンバー全員で来てみりゃいいさ。その頃にはこんな風、へでもねえぜ。きっと、そう思うぜ。ヒイラギが呼んでるぜ。俺は行かなくちゃ。あいつのいるところまで、今度は俺が登ってやる。どんなとこか知らねえけどよ、俺じゃねえだろ、ご一行様だっちゅうの。よし、行くぞ。おっしゃー。ありゃ、珍しく返事があるよ。どうなってんの立花。心配すんなよ、柄じゃねえぜ峰富士。言ったよな、勝たなきゃ何も始まらないって。ぶち勝つぜ。おーし、行きな。そういえば気づいたか、あの髪の長いやつ、動くタイミングから何からお前にそっくりなんだ。幼馴染だ。え、なんだ。おお、アカネ、お前は一生俺には勝てない。相変わらず冗談が下手だな。ずいぶん回ったぜガク、てめえをぶっ倒す時をよ。相変わらずだなアカネ。俺がなぜお前に連絡一つさえしなかったかわかるか。さあな。俺はバスケで強くなるために不必要なものは全て捨てたんだ。くだらないことにこだわるお前とは違うんだよ。正しい道だけを選んだ。俺は変わったんだよ茜。自分の未来のためにな。戻れ、カッター、走れ。よく言うぜ。後ろ引け。死神のバラード、茜ロケー。なんだ。ダメんじゃねえよ、たかがガキのワンワンだけどよ。てめえに負けるたびに足りねえ頭使って必死に練習したんだ。未来くらいてめえじゃなくてもあるんだぜ。チームクソもあるか。道なんか最初から一つじゃねえんだよこのダーホーが。花一つ咲いてねえ道なんてつまんなくて歩けねえぜ俺ならね。ヒイラギ、行くぞ。はい。ねえ、何それ。え、うん、フルーツ牛乳のおまけだって。誰やねんそんなもん飲むやつは。アカネ。かわいいね男の子は。素敵だよお前ら。行け。こいつ。ワンステップのバックだ。いつの間に。立花もヒイラギもすげえ。きっと好きだから必死になる。甘いんだよアカネ。うっせえダーホーは。なくしかけたバスケット、構図だから届いた声、取り戻した宝物。よし、ダー、慌てすぎなんだよ。早打ち 0.5。 ビッグマグナムヒゲダンディ、あの死神がこの町に帰ってきたぜ。なるほど。アカネはヒイラギ君やみんなと出会ってたくさんのものを手に入れました。くら
らいつけよ、橘！ふぁ！クソ、どうなってんだよ。ふざけやがって。いつからやってんだよ。ディフェンス取るぞ。強くなるために。立花、速攻レボリューション。山崎、行ったぞ。おう、忘れてんじゃねえやダーホ。てめえのパスの出し方はこの俺が一番よく知ってんだよ。行け！ぶっ放せ、ガツンって！げっ！本当に言ったよ！もう！あのバカ、無理しやがって。うわあ！ぶち殺せ！よっしゃ！ぶち殺せ！それぞれ牙は研いでるらしいな。なあ、ヒイラギ、ムカつくチームだろ。どうしちゃったの？ついぞ、コーズ！離れて、赤目たちは気づいたかもしれません。勝つために、強くなるために、そして、失いたくないものに。好きなようにやるんじゃねえのか、ヒイラギ。俺たちは。おい、ちょっと待て。大切な場所に。嘘、めちゃめちゃ高い。あちゃそれは、茜のありったけの思いでした。インターハイでもなければ、公式試合でもない。小さな、観客数十人の、本当に小さな試合。けれども、私たちにとっては、とても大きな日になりました。じゃないけど、僕だっていつもピエロみたいに笑えるわけじゃないから。雨の日には濡れて、晴れた日には乾いて、寒い日には優しくされると崩れそうになるけど、でも雨の日には濡れて、晴れた日には乾いて、寒い日には震えてるのが当たり前だろう。好きの日には忘れて、風の日にはどぼっとして見る、そんなもんさ。
It's something good to do, to live as you want. Hey, I'm on your side. Your life is all yours. So don't let up.